ブレクノムギップムブレクナムギボムは、シシガシラカノシダ植物。ニューカレドニア産で、小さいながら、木製シダである。干渉用に栽培されている。小型の木製シダ。黒い茎は直立し、50センチメートル程度だが、よく育つと90センチメートルに達する。葉は、茎の先端に、輪生状につき、苦型がある。栄養用は東蘭型で、 長さ40から50センチメートル、最大では80センチメートルにもなる。陽心は角質で厚くて光沢があり、一回以上に芯列しており、右辺は中央より先で最長、基部に向かって次第に短くなり、最も基部では3センチメートル程度となる。右辺の幅は0.8から1.5センチメートルで、基部近くの右辺は独立するが、それより、 先のものは、基部同士が、ごく狭い翼で、隣のものとつながり、右辺の数は普通は20対以上ある。右辺の周辺にはあまりはっきりしない、細かな巨子が出る。洋平部は短く、中六にかけて、表には溝があり、裏向きには隆起する。法子葉は、大きさは、栄養用とほぼ同じで、ただし、右辺の幅が狭く、幅2.5ミ、mm、リメートル以下、ただし基部では、 より幅広い。放射能粉は、右辺の主脈沿いに、両側全体に広がり、包み膜は向かい合っている。ニューカレドニアとニューヘブリーデスが原産である。観葉植物として栽培される。学名かな読みで、ブレクナムギッパムも使われる。また、ロマリアとの故障もある。高温多湿、半日陰でよく育つが、乾燥には弱い。越冬温度は、摂氏5度。以下、 主として、園芸大辞典、P2117 本ンダータ監修、P757 本ンダータ監修、P757 園芸大辞典、P2117 本ンダータ監修、P757、ありがとうございます。